アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。本日は、このユニコーンガンダム、どうやらこのビームマグナムっていうのがお強いらしいですね。ビームマグナムを、持っていないっていうのは、まあ、例えて言うならばパソコン、これね、なんか強いらしいんで、もうこれを外してるユニコーンはもうそれはもはやユニコーンではないらしいんですよ。はい、もう5チャンネルでね、5チャンネルでなんかすごい話題になっている5チャンネルビームマグナムイタっていうのがあるらしいですね。はい、なんで今回はこの、まあ前回だからこれ持ってなかったからちょっとユニコーンのデストロイモードまで行けなかったんじゃないかなっていうのが懸念されますね。ちょっと騙されてたかもしれない。だから今回はこれ持たせているんで、はい、問題ありませんね。しっかり、デストロイモード、僕のデストロイモードを披露できればと思います。そしてあとはね、まあちょっとこの走行強化型がジム、こいつがね、まあ昔からね、これはもう僕の一番の推し機体、エテポンゲ1の推し機体であるこの走行強化型ジム、はい、まあみんな忘れがちかもしれないけど、ホバー移動が強化されてスプレーも強化されたので、もうこいつしかも280コスっていう、もうこいつはもう使わざるを得ないですね。なんでこれみんな使わないのか、ちょっと不思議で仕方がありません。なんでこれちょっとね使ってみます。はい、こんな感じでいきましょう。いきます。はい、本日のフィールドはオデッサ鉱山基地です。なんかさ、今週ここばっかやってる気がするわ。今週ここばっかりやわ。ここほんまに、これそういうとこやで、そういうとこ。そういえばもう実は今日メンテナンスなんやけども、僕注意で今メンテナンスを迎えようとしていまして、でこれメンテナンス終わったらどうなってまうんやろうか。考えるのはやめましょうか。はい、初動は、初動はそうだな、これ AX ちょっとみんなのまとまりがないから、もう AX にした方がいいと思います。 AX でいきましょう。だからTwitter とかで、まあこの階級システム変動前に、その公式サポーターのあやみお姉さんがなんか盛んになったみたいな、なんか盛ん大作かなんかに慣れた中小作家なんか、エテポンゲリハプティズム行きます、慣れたよー言うてましたけどね、かわいそうだけど、多分もう軍曹とかまで落ちんじゃないか。軍曹とかまでどういう気持ちでツイートするんだろうね。楽しみです。どういう気持ちで、階級システム変わっちゃった、軍曹になっちゃった、ハハハとか言ってツイートすんのかな。楽しみです。およし、今日はよく寝たんで、今日はよく寝ましたんで、よく寝たんで落ち着いてプレイができそうです。着地、
止まるな。おし、ちょっと焦っちゃったかな。ちょっとまあ、ビビ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 。落ち着け落ち着け、冷静に冷静に、だよ冷静に。いい子だ。まだいるぞ。よし。とりあえず初動はリードします。あれ？ポットがないし。よし。これは。中央に殴り込みに行きましょう。そう、こっからが大事。初動動いてからのこの次の手が大事。もうオデッサ、今週もうずっとオデッサしかやってないんで、今週はここでいかに、戦略兵器をうまく決めれるかが大切ですね。でやっぱ真ん中取られてる時はなんか負ける気がすんだよな。いくぞ！ああ頼む、助けてくれ！やられか。倒れ方ワロスだわ今。だからここだけは気をつけなきゃいけませんね。ここのレーダーは、絶やさずに。来てるわ、核来てるわ、来てるよマジで。ギュネイは俺が止める。バカめ、ギュネイは俺が止めるって決めてるんだよ。君、引くやつは追いかけない。ああ核はない、核はないな、核はないな。いや、やっぱこいつ強いわ。強化されてるわ、めっちゃ強化されてるわ、こいつ。めちゃくちゃいいわ。やっぱこのスプレーが生きることによって、その全然違いますね。よし、これ以上押し込むのは悪手だと思います。これ以上は。んでこいつ対爆装甲も持ってるんで、こうガンガン前に出てもほぼノーダメージで帰還することができますね。そしてこのホバー移動の強化された、このホバー移動により素早い行動ができ、そしてこの集団率の高いスプレイ H を相手に当て、ダウンをさせて一気に蹴る。そしてバズーカーもこのマンバズをぶち込める。おい、真ん中なんとかできんかな。真ん中なんとかしようや。行くわ。やー
才能は流行って追いつけるだろ、ついてこいついてこい、おお。かき乱しました。はこれはまずい状況になりました。これは何としても、これ何としても Z けど、これは Z 有利。どう考えてもここに関しましては、ここに関しましては Z 有利。なんとかしなきゃ。ここすごい数だ。どうしよう、どうしよう。やった、いいものが手に入った。来るやろうな、絶対来るよな。こっち戦略兵器持ってくるよな。これ負け、諦めないよ。ちょ、勝ち筋見出そう。北側、当たってください。その北側が空いているので、北側の拠点壊したこと、それをうまく使おうや。あかん、ここで戦ってても何の意味もあらへんわ。こんなとこで戦ってても何の意味もあらへんで、こん、あ、これ北から押そう。あとは頼みました、一時退避します。あの、回っていきます。上回って A から出発して Y、 それしかもう勝つ道が残されていない。戦略兵器ユニコーンでちょっとかますか。偵察行こう、偵察。まずはレーダー置かれてるな。それ室内か上か。全然当たらへんやけこの武器。こんな武器ワロタワロッシュだわ、こんな武器。はい、まだいる、まだいる、まだいる。 うわ、助けてくれ。ありがとう。どんなに壊れていても直します。ありがとうな。これで戦える。はい、もらった。ちょっと弾が弱すぎるな。やめて、撃たないで、撃たないで。うわあ、はい、来た。おっしゃ、行こうか。早めに手打っていかんと、どんどん早めに手打っていかんとあかんで。ちょっと待って、これ中央取ってるんじゃないか。中央取ってるんだったらその中央利用するしかないな。よし、中央から下通って一気に、これはね Z ですね。された、やばい、集まってくる。最後まで戦うしかないのね。シューリーは任せておきなさい。皆様とはお別れです。よし、いけるぞ。あらあら、動きが丸見えですよ。は頼んだ。ちょっと誰も、ちょっとついてきてくれんか。じゃあ誰か、
数が多いか、数が多いか。いやー、これ言ったらやられるやつやな。やめて、やめて、うらっ、失礼。まあ仕方ない、仕方ない、うん、仕方ない、それはそれは仕方ない、それはもう攻めちゃいけないよ、そんな、そんな、それは仕方ないわ。やめてください。あ、支援機怠るな、支援を。なん、あー、もうバカ、もう何こいつ、きつや。え、こいつ、走行強化の見せるか。これ Z に持っていくべきか。戦略兵器ちょっと Z まで運搬しますわ。増援願います。いやけど、はなんで、はきっしょ、行かせてもらう。あ、おいつ食らしてるか。いやけどもうあれは Z のあれは無理よな。正味厳しいよな。けどこいつのこの行動、この素早いこのホバー移動、たぶんね、見つか、これ以上好きにさせない、あの見つかったところでね、その追いつけないんですよ、今のサザビーみたく。ダメだ、こっちからはいけない、下から行こう。俺はあの地下はもう完全に把握してるんで、地下のすべての隠れるポイント、どこが手薄になるかすべて僕あたぶん熟知しておるので、あの任してくれ。そして中央を踏んでるっていう、ここを生かさなきゃ。ここちょっと待って、やばい、増援願います。逆に3番から行くか。もう無理や、無理や、もう無理や、もうどこも無理や、もうこんな、どっから行ったらいいねん、こんな無理やわ、こんなどっから行っても、もう前だけは。孫の代まで呪ってやるからな。よし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 。
うわもう今このタイミングいけた臭くない？うわもうここ今いけた、今いけた。ちょっと全然当てれない。ラッキーラッキーラッキー。来いよ来いよ。邪魔な敵艦を落としておいた。風穴開けてやるわ俺が。あ、もう今行けたじゃん、こんなん完全に。ドフリー、ドフリーじゃん。はい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 、ここいたら当たんないから、はい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 。はいはい。はいはい。はいはい、当たんないから、ここにいたら。はいはい。よし、直撃したぞ。やばい、弾が、弾が、弾が。一回引こう。もうこれ KD でなんとかするしかないか。よし、弾をくれないか。あ、あれって、ありがて。動きのパターンは解析しました。マジ向こう、こっちからこっちから行く。ここは俺の縄張りとす。あ、もうここいた、当たんない。ちょっと行ってくる。シエル先生の戻ってくる。よし、落ち着いて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 、冷静に冷静。少々冷静にやった、冷静にやった、よくやった。今のゲロビ打ちたがる気持ちを抑えて、あのリロードできてないってことに今気づいた。 やったぞ、撃破したぞ。あ、もうこれ行くしかない、時間がない。ここでブースト回復して、頼む！うわー、惜しい！これは負けた。ちょっと最近分からん、ちょっともう何が勝ちか負けか分からんくなってきた。何が勝ちなんこれ、もう勝ちってなんなんマジ。勝ちの概念が分からんくなってきた。最後核決めたってこと？
とよくわからないですね。でこのもうジム会はもう一生使いません。はい、マジ哲学、マジ哲学だわこれ。勝ちって何なんだろうね。モビルスーツ壊したら勝ちなんか。本拠点壊したら勝ちなんか。勝ちってなんなんや。相手を苦しめたら勝ちなんか。ちょっとこれは考える必要がありそうですね。勝ちについて、勝ちについて何、勝ちってなんだっていうのを今度、5時間ぐらいちょっと生放送して、結論出そうと思います。はい、そのテーマ勝ちとは、勝ちとは一体。はい、はい、ではねこのね、このやつはもう、はい、二度と使いません、はい、ただこの走行強化型ジムはやはり強かったですね、フルマスしてるだけはありますね。フルマスターズチケットをしてますから、この僕の走行強化型ジムは。私ユニコーンより強いかもしれません。これ比較しなきゃな。これユニコーンよりも強い走行強化型ジム、もう最高速度勝ってるもんな。だってそりゃ追いつけないわな。目で追えない速さ、俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。恐ろしく速いモビルスーツ、俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。はい、では今回はオデッサで走行強化型ジム、戦略兵器を3個決めたよでした。はい、ご視聴ありがとうございました。